はい、どうも、優しいお兄さんです。本日は2015年の10月の11日、時刻は12時2分を指しております。今回の動画はね、これまた事件、事故、あるいはニュース、ゴシップ記事なんかを追う動画にはございません。お兄さん家で、今過ごしております、優しいお兄さん家の、まあ、子猫さんね、通称キャットの遊び方ね、遊び方、うん、お兄さんが、まあ、遊んでんだけどもね、まあ、それの模様をね、まあ、お届けしたいなと思いまして、ただいま動画を撮っておりますね。これ保護した当日かなの写真ですね。もうこの時期というか、まあ、この時にはもう歯が生えてて、うん、ちっちゃい歯ね。で、まあ、目もすごく青かったんですけども、最近青が抜けてきてね、まあ、なんか猫らしくなってきてます。うん、でね、ちゃんとこれ爪も切ってあげてさ、寝てる最中にね、起きてる時なんかもう切ってられないんで、もう触るもんを噛もうとする。ちょっと眠くなってないと撫でさせてくんないからね。で、それ以外のその時っていうのはもう触ったものはもう必ず歯で確かめるみたいな、手でとりあえずパンチしてみる、それで状況を見るっていうような、その今睨み合いが続いている状況ね。まあ、これもちょっとしたら落ち着くんだろうなっては思いますけれども、うさぎさんよりもね、いろんなそのまあ、感情の表現が豊かで非常に面白いですよね。驚くもんね、ちゃんとね、ビクってね。うん、うさぎさんなんかはどっしり構えてたりしますけれども、割とその、まあ、猫っていうのは、まあ、顔こそそのよくわかんない、これ特にその顔黒いからさ、表情とか目つきとかよくわかんないのよ。で、写真写りもね、これ顔黒いからよくわかんないのよ。わかんないから、こう、体全体をこう、お兄さん見るようにしてるんだけれども、まあ、それを見るとね、まあ、いろいろと面白いっていうね。うん、で、まあ、普段どうやっても遊んでんのかなっつんで、こうね、ご紹介したいなって思いますね。お兄さんの動画、猫をね、飼われている方、来てくださっておりますけれども、なんかね、面白いその、何かがあるっていうんであれば、ぜひお兄さんにその情報を、共有していただければ非常にありがたいです。こんな段ボール作ったらすげえよかったとかね。うん、お兄さんも寝る前もう猫のサイトめちゃくちゃ見てるからね。うん。で、まあ、こういう段ボールの作り方とかね。で、お兄さんなんか段ボールをこう、セロハンテープの輪っかでこう、マークつけてこう、丸くくり抜いて、で、丸くくり抜いたその平面のパーツを集めて、ボールを作ったりとかね。うん。言うんで、こう、まあ、なるべくお金をかけないで、ね、やって、たりしたいなって思ってます。だってね、結構高いのよ。なんでもないさ、棒に紐ついてさ、こう猫じゃらしみたいな、あんな1000円くらいすっからね。ひどいやつなんかさ、3000円くらいするんだよ。イオンペットとか行くとさ、うん、びっくりしたよね。こんなんさ、100円ショップ行ってさ、単純な棒ね、ちょっとこうね、柔らかそうな棒とさ、紐、タコ糸とさ、あとなんかこうね、ひらひらしたものつける。これ300円くらいで作れんじゃんって思ったりしてね。まあ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 、置いておきまして、動画ね、お見せしていきたいなと思います。多分、5、6分くらいの内容かなって思ってますね。はい。これがその模様です。うん、あそこが猫ブース。ここから絵動きますんでね。うん、ご堪能くだされば。これ兄さんのリビングです。うん。ね、顔が黒くてね、どうやってもね、顔が映らないんだよね、この子ね。で、あそこがね、猫ブース、ちょっと画面明るくしますね。お兄さん、一発撮りなんでね、ちょっと、これだと明るすぎるのかな。もう一回最初から行こうか。
まあ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 、お兄さん、ゆっくりとね、やっていきたいなって思ってますね。なんで、時間あるときにね、これ見たいという方は見られた方がよろしいかなって思いますね。もう日に日にね、毛もちょっと長くなってきてね、まあ、これまたね、毛抜けるとき、えらい毛抜けんだろうなって思いながら、うさぎさんもすげえけど、猫もすげえっつうしね。そうなんだよ、最近跳ねるんだよ、すごい跳ねる。なんで、キャットタワー、買ってよかったなって思って、最初全然、2階にまで行けなかったけれども、今、しがみついて2階、3階行っちゃうもんね。まあ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 、しかしね、寄ってくるときは寄ってくるんだけれどもさ、こうやって触るとどっか行っちゃうみたいなね。本当に何つうのかね、ご機嫌がよくわかりません。で、お兄さんいつもソファーに座ってさ、こうやって自分で作ったやつ、使ってない部品とかね、そういうんでこう、紐つけたりして、こうやってこう遊んでやってます。これがまたね、これ多分手を拭くタオルだと思うんですけれども、マイクロファイバーのね、これなんかはね、この子のよだれも吸収し、で、噛んでも OK。で、なんか噛みやすい感じになってんのかなって思って、結構丈夫だしさ。で、まあ、ゴムついてるし、ね、操るのも簡単っていうことで、お兄さんよくこれを用いてね、この、ビョン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 遊んでやってます。これはまあ来た当初から使ってるおもちゃだね。で、これ2つあってね、もう1つはキャットタワーの方に設置してます。で、これ今動かしてるのは、多分ヘチマをね、加工した何かだと思うんですけれども、多分歯の汚れを取るようなものだと思います。ペットのお得セットみたいなのがあって、その中に入ってたんだよね。で、これもくくりつけてさ。だから、これ噛んでくれれば、歯、ね、割とその、汚れ取れんのかなって思ったりしてね。で、まあ、こうやって遊んだりしてますね。で、お兄さんちの猫は、その、まあ、こういう風にしてね、遊んでるのもありますし、家の中全体を走り回らせたりしてね、やってます。で、昔子猫同士のじゃれ合いを見たことがあるんだけども、結構そのガッツンガッツンいくよね。で、言うんで、お兄さんもあんまり手加減せずに遊んでます。まあ、それでも時間は区切ってやりますけれども、割と激しく遊んだりもしますね。これね、これもデンタルなんとかって言うんだけどね。面白いんだよね。まだ手がちっちゃくてさ。で、爪もちゃんと寝てる時にこう、まめに切ってあげてるんで、爪で引っかかれても全然痛くねえ。まあ、これが大きくなったらわかんないけど。うさぎさんで爪切り慣れてるもんだから、猫なんかね、全然まだ可愛いもんでね。で、これの他にね、お兄さんの今リビング、猫にとってのおもちゃが非常に豊富で、その中でもこの棒ね。これ本来、ソファーのカバーについてきた、ソファーカバー止めみたいなやつなんだけれども、クッションにこう、沈ませて、だからね、これで、これやってみたらえらい反応するのよ。これ何に見えてんのかよくわかんないけれども。なんで、これ4本か5本くらいあるのね。で、これを用いてこう遊んであげるとめちゃめちゃ大興奮するんで、ね。で、これスポンジ、硬いスポンジでできてるから、まあ、噛んでも大丈夫。ボロボロにならないくらいの硬さで。で、ね、すげえ柔らかいっていう、まあ、不思議な素材でね。これが今すごくね、この子との格闘には役立ってますね。で、これ4本一気に持ったりして、こう遊んだりね、しておりますね。これやるだけで結構な運動量でしょう。
で、2、3日の猫ね、夜泣き、猫って夜泣きするのかね。とりあえず、あんまりね、泣かない。泣くのはね、朝くらい。今日の朝なんかもお兄さん起きてこなかったらなんかこうね、物乞いみたいな声でさ、ニヤニヤつってこう泣くみたいなね。そんくらいかな。普段全然泣かない。なんですげえ助かってますね。あとこれ風船。ね。あんまりパンパンに貼ると爪でパンいきそうなんで、ちょっとこう、緩めに空気入れてね。こうやってこう遊んだりするのが割と日課だね。まあ昼間遊んであげることもありますし、朝っぱら遊んであげることもありますし、夜ね。で、いろんなサイト見ると、猫は1日ね、15分くらいで十分だみたいなありますけれども、お兄さんは寝て起きて気がついたら、まあ遊んであげたりしてますね。あ、動画落ちた。いうんでね、まあ、こういう感じでお兄さん、過ごしてますよと、いうんで、何かしら猫についてのね、知識なんかおありの方、お兄さんにその知識、もしよろしければ、お裾分けをいただければなと思います。でね、お兄さんのね、じゃあね、ブラウザを開きまして、やっていきましょうね。お兄さんね、今回何調べたいっていうのがあってね、アマゾンまず開いたい。アマゾンで、キャットタワーってさ、結構するじゃないの。で、お兄さんにコメントくれた方もおっしゃってたんですけれども、まあ、自作でその、キャットタワーを作りたいと。お兄さんも作りたい。作れるんであればね。っていうんで、まず、キャットタワーがそもそもどういうものなのかって、お兄さんあんまりよくわかってないんでさ、それをちょっとね、見ていきたいなと思ってるけど、これか。これはなかなか、でっかいな。まあ、こういうのをお兄さん、作るの得意なんでね。そうだよね。これ、ここをさ、天井に固定するようなもんじゃないと、安定性ないよね。そうか。じゃあ、このポールみたいなもん、まずどうするか。だね。段ボール丸めたくらいじゃ、ちょっと強度が弱いからな。んで、比較的ね、安めに行くっていうんであれば、パッと思いつくのが、物干し竿、あるいは、突っ張り棒だね。突っ張り棒と、クローゼット1個潰すのは厳しいな。まあ、こういうのがなくってもね、まあ言っちゃいいんだけどさ、どっかのサイトあちこちでも書いてますけれども、横に動かすよか縦の運動の方が、まあ小スペースかつ運動量も割と多い、全身を使えるみたいなの書いてたのお兄さんも見てたんで、お兄さん今持ってるキャットタワーね、あれなんつうんだっけな、名前。これ、確かね、出てこねえかな。ミウ。キャットタワーでね。あれ？ミウ。猫。出ないかな。出ないね。ちょっと見てこようかな。ちょっと一旦動画止めますね。一時停止します。はい、戻ってできました。お兄さん買ったやつがね、MJU とかいうやつでね、メーカーがよくわかんないんだけれども、あ、はい、これかな？多分ね、L サイズだと思うんだよ。お兄さん、これ持ってます。これ。
多分ね、まあ、M サイズか、L サイズかよくわかんないけれども、畳めばこういう感じになります。うん。畳めばね。んで、あ、この丸いとこ取れるんだ。まあ、取れたら今度つけるの大変なんだよね。これジッパーなんだけれども、こういう形状のものって取れたらね、つけるの多分めんどくさい。そうそうそう、横に丸穴開いてんだけどさ、こういうなんか突っ込みはこうバタバタ遊んでくれるみたいなね。うん。まあ、こういう感じのものをお兄さん持ってます。んでね、これの唯一欠点はね、ボード、硬い板が入ってるのは、この一番下の1階部分のみ。でね、この硬い板っていうのは防音するようなその素材のものではないので、この下にクッションフロアみたいなクッションマットを敷いてます。赤ちゃん用みたいなやつね、パネルでこう売ってるやつ、これ1個敷いて、であとね、これもこの写真見たらわかるけどね、猫の重さでね、床がたわむんだよ。ここお兄さん、まあこの猫大きくなる前に改善はしたいと思ってます。まあ、ただこの2階でもちゃんと遊びますけれども、3階もね、こうブニュブニュしてるからさ、足元が危ないっていうことで、多分猫避けたがるんじゃないかなって思ったりしてね。で、さらにこの一番天井の部分も開くようになってて、まあ、天井からも見下ろせるような形にはなっています。いうんで、お兄さん一応これで今のところ、まあ、やってますね。うん。いや、ほら、もう感想を見るとさ、乾燥のこの星が低いからね。うちの子も遊びません。じゃらし系のおもちゃで誘ってどうにか入りますけど、自分からは入りません。ああ、お兄さんちのね、キャットはね、入ってくれるんだよね。まあ、ただね、中におもちゃ設置してあげた方がいいよね。うん。お兄さん、ここ開けっぱにして、くるくる巻きにはしてないけれども、まあ、ここにクリップで止めて猫じゃらしみたいなのつけてたりさ、あと上から下にかけてタオルを結んでね、つけてあげたりとか、うん、中におもちゃ入れてあげないと、1階にはボール入れてあげたりとかさ、いう工夫しないと、まあ、入ってくんないよね。んで、お兄さんもね、段ボール切って余ったパーツとかで、なんかこう、かじれるようなおもちゃ、あるいはパンチでね、吹っ飛ばせるようなおもちゃ、作ったりして、まあ、日々ね、寝る前それをこう考えながら寝るとよく寝れたりするんだよね、頭使うから。まあまあ、この程度のそのキャットタワーも持ってるからいいんだよ。うん。で、まあ、他のもんだよね、何かしら段ボールで、まあ、作る何か、段ボール猫、ダンボール猫で検索して、何かしらね、アイディア、すごいな、これ。ん？これ7匹も飼ってたら大変だろう。1匹でもお兄さん結構大変だよ。もう手に余ってるもん。すごいね。あれは、これすごいね。これはもう匠だね。こんだけ段ボール集めるのも大変だしさ、切るのも大変よ。相当の、お兄さん愛情を感じます。この、作られた方。そうか、爪研ぎもできるしっていうことか。で、さらにこれね、ペット屋さんでこういうの買ったりするとまた高いからね。発泡スチロールはね、タックルしてさ、粉とかね、ついちゃいそうだよね。まあみんな大変だよね。すげえね、この顔。なるほどね。何これ。すごいな。そうか、お兄さんもこういうのを作ってんだもんな。あら、まあ面白そうだね。これちょっと作り方雑だね。まあ愛情は感じますけれどもね。まあどうしてもこう綺麗にこうやってあげたいよね。あら、まあこれすごいね。作ったのかな。こう売り物だよね。
あ、缶詰じゃないか。なるほどね。これ人間からすればね、食われてる風に見えますけれどもね。そうか、今の猫ブースをこういう感じにすると、割と安定性もありながら、スペースは使いますけれども、それなりのその感じになる。これすごいな。キャットウォークみたいだね。なるほどね。これ、今話題の人間ピラミッドみたいに崩れんぞ、これ。あ、ねえ、いつかさ。なるほどね。面白いね、猫ね。猫ね、本当に表情もあるんですけれども、ボディーランゲージがすごく豊富で、面白いのは面白いんだよね。ただ好戦的なんでね、うさぎさんと遊ばせるにはどうしてもうさぎさんも本気になっちゃう時があるんでね。お兄さんちのオスのウサギさんはね、かわすのがすごくうまいんだけれども、メスのウサギさんはね、真っ向から立ち向かうから、遊ばせんのもね、監視してなきゃ遊ばせらんない。やっぱ猫は猫単体で遊ぶのが一番だね。そんなわけでね、またお兄さん、猫のね、ご報告も、今後できるでしょうし、あるいはね、うさぎさんのご報告もね、またできるでしょうからね、こういう感じだよね。でね、この猫もさ、じゃれたいっていう、猫のじゃれ方ってのは口使って手使ってだからさ。で、うさぎのじゃれ方っていうのは、ペロペロする、あるいは鼻でツンツンする。だから、なんていうのかね、タイプ的に相入れないよね。猫としてはハードに遊びたい、うさぎさんとしてはソフトに遊びたい。言うんでね、うさぎさんとしては口を使われてしまうと、もうものすごく本気で喧嘩売ってきてるっていう風に捉えるでしょうから、なかなかそのおっとり遊ぶっていうのは多分お兄さんちでも一生ないと思う。この子がどのくらいのその性格になるのかね、まだ生後1ヶ月くらいなのって。で、去勢ね、去勢っていつからできるんだろう。3ヶ月とかできんのかな？猫って去勢いつやんだ？猫、去勢。まだね、去勢の話もしないからね、獣医さんと。猫、去勢、いつから。この子、オスなんでさ、去勢の時期。去勢の時期っちゅうのは、生後6ヶ月くらい。生後6ヶ月っつったら、春くらいじゃないか？そんなに？長いのか。マーキング行為とかさ、そういうのが始まる前にお兄さんやりたい。3ヶ月とかでいいんだったら普通にもう1月くらいにやっちゃいたいなって思ったりするけどね。今はね、ゆっくりゆっくりね、あれしたいわ。病院行ってさ、何かしら必ず、そう、コメントくれた方もおっしゃってましたけれども、何かしら必ずノラっちゅうのは持ってる。お兄さんも見つけた時っていうのは、初めて見た時っていうのは本当に驚きましたからね、目がいかれたのかって思った。お股のところにね、黒いゴマみたいなのがさささって動いてってね、次の瞬間、この子しかも色黒いから分かんないのよ。分かりにくくてね。で、今その黒いゴマもね、うちに来てから2日目くらいにも見えなくなりましたけれども、一応それ猫用のシャンプーで洗ったりとかしてね、いなくなったけれどもね。で、フロントラインの、プラス、フロントラインプラスっていうのもね、お兄さん買ったけどね、これ、もうちょっとしないと使えない
だよね。多分獣医さんがね、うちのフロントラインプラス買わないかって多分営業してくると思うんで、いやいや持ってますよ、ね、安心してくださいっていうのをお兄さん言おうかなって思って、その時になったら使い始めます。でお兄さんちのこの猫ね、外に連れて行こうっていうのはお兄さん全く考えてなくて、でまあ、確かに首輪とかね、胴輪とかね、あいいなって、お兄さんちょっとねよだれ出ちゃうけれども、そこはあの心を鬼にして外に連れ出すことは病院以外絶対しないってもう決めました。うん、なぜならばまあ野獣さんとね、ビッグボスもそうですけれども、外に出してあげたいなっていうの思ったけれども、結局テリトリーの中にいるのが一番ね安心できることであって、で頻繁に外に出してあげられるっていうわけでもないんでね、お兄さんちマンションだから。でね、子供たちからさ、いやーかわいいっつってこう触られるとさ、これまたストレスになるかもしんねえなって思ったりしてね。で子猫なんかね、この前病院から帰ってきてさ、まあ、バッグこう抱いてさ、お兄さんの胸にこう抱いて、で猫もさミャー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 鳴くからさ、ちょっとチャック開けてあったのよ。だから顔出してさ、でお兄さんね、こうマンションに入る敷地にこう入る中、ちっちゃい子供小学生がさ、いやーかわいいっつってさ、お兄さん無視して目合わせないようにして歩いて帰りましたけれども、言うんで、そういうね、まあ危機的な要素、あとは他の動物との触れ合い、これもなるべく避けたいと思ってますし、あと草むらとかね、あと土の中とかね、のみ、ダニ、寄生虫、虫の要素がいっぱいある。お兄さんそれ全部避けたいんだ。なんでこの子らがね、まあ、家の中にいるのが幸せかどうかっていうのはお兄さんは分かんないけれども、まあこの与えられた世界、このお家が彼らの世界なんだっていうんで、お兄さんも心を鬼にしてね、この世界だけでなんとかこうやりくりしていきたいなって思ってますね。ね、外出してさ、他の猫とか犬とか怪我させちゃったりしたらまた困るからね。で他のやつにね、お兄さんの野獣の耳を噛みちぎられたとかって言ったら、お兄さんも憤怒の鬼になるからね。まあ、そういうのもあったりするでしょうからね。まあまあまあ、しばらくは家の中でちゃんとね、育てたいなって思ってます。幸いキャットもあんまり鳴かないしね、うさぎさんも騒がないしね、非常にサイレントな生活をね、お兄さん送ってるつもりではいるんでね、またね、お兄さんちょいちょいこうやって、お兄さんアニマルズをね、ご紹介、できればなと思いますね。うん、それではまたね、時間が取れ次第、まあ、不規則ながら上げて、いきますんで、またね、見られるという方はよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。優しいお兄さんでした。